こんにちは、カプリショーです。今回はこちらの三角のホースのようなおもちゃを作っていきたいと思います。これはですね、こんな感じになっています。くにょくにょしていて、なんとなく不思議なおもちゃです。触り心地もとってもいいです。ここをつなげて、こんな風にくるくる回すこともできるかと思います。それでは早速作っていきます。12.5 センチ角の折り紙を使っています。まずは3等分にしていきます。そうしたら開いて、今度は16等分にしていきます。まず半分に折って、こちらも同じように折って、開いて中心のラインをすぐ上のラインに合わせて折って、向きを変えてこちらも中心のラインをすぐ上のラインに合わせて折って、端をすぐ上のラインに合わせて折って、向きを変えてこちらも同じように折っていきます。そうしたら今度はもう一つこちらを上の線との間に半分に折って、開いて線を折り返して、上の線に合わせて折っていきます。こういうふうに折ると線がずれにくいです。最後は向きを変えて端を上の線に合わせて折っていきます。そうしたら今度は先ほどつけた3等分の線で包むように折って、ついている線でパタパタ倒すように折っていきます。
そうしたら今度は上の1枚を出してきて、だいたいですね、正三角形を作るようなイメージでこの部分を開いていきます。そうしたら今度は一度開いて、内側のこの部分を出してきて、ここも正三角形を作るようなイメージで角度をつけていきます。そうしたら一度開いて、組み合わせですね、ここの組み合わせて、これで一つのユニットの完成です。こんな風につなげていきます。これで三角形のホースの出来上がりです。これはですね、手触りがすごくいいです。スプリングのようでくにょくにょしていて結構楽しいです。それと丸くしたりとかするとまた不思議な手触りで、なんとなく気持ちのいいおもちゃです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。